ございます。今はですね、ちょっと今日も寝坊しようかな。ちょっとまた今日も寝坊しようかな。クーロン公園のところに太極拳、現地に太極拳しとるところがあるみたいなので、そこに行きたいと思います。今、タクシー待ちをしてるんですけど、なんて行ってもない、とりあえずまカーロンパーク、オーケー、カーロンパーク、やカーロンパーク、ジャスティア、やジャスティア、や。今まで散々この旅の方が30キロぐらい歩いたから、もっと歩いたら40キロぐらい歩いてから、安いからもうちょっと使えばよかったと思ってます。後悔。とりあえずカーロンパーク行ってきます。カーロンパーク到着いたしました。広っ、めっちゃ広い。俺らがおったんこの辺やで、1日目。めっちゃ広いだからとりあえず、まあ入るか。フラミンゴとりあえず見に行こう。バーってまっすぐ行って、よし入りまーす。はい、今ですね、とりあえずマクドナルドで朝マックを食べ終えて、公園内を散策して、ついにフラミンゴ見つけました。ええやんけ、これ許してくれ。いや、すごい。いや、この公園は大都会のオアシスみたいな感じにも言われてるみたいで、ぜひこういうところは日本の東京とか大阪にも来てもいいんちゃうかなってちょっと思いました。あー、びしょびしょ。変わらんよ。あー、ほんまに一本足で飛んだ。ごっついな。向こうは向こうで、向こうの群れみたいな。いろんなやつがおるから、分かれたみたいで。群れで何撮るよ。インスタ映えか。それではもうちょっと散策したいと思います。ということで今回のラスト、クーロン公園行ってきました。心残りがあるとすればどこだろう。前ついとおぐりが歩いとんか。言うと何を言うとん。今回も心残りがあるとすればもう朝一に出んかったか。次行った時はリベンジしよう。次来るかな。来る。ルーフトップしたいし。ということで一回ホテルに戻る。ルーフトップやな。まあそれは置いといて、それは置いといて。次はタイやな。とりあえずそれは置いといて。次のタイのブログでお会いしましょう。じゃあ。あかん。とりあえずチェックアウトしに行こう。ですね、チェックアウトを終えて、チェックアウトはちょっと前だったかな。迷いを終えて空論駅までタクシーで送ってもらおうと思ったら、意外と安かったということでタクシーで行くことになりました。タクシーでも大体30分ぐらいか、うん、意外とやっぱ安いな、タクシーは、うん、だから交通はオラフィタにあるかんと、タクシーでちょっと行ったわ。まあ、時間的にもな。
200以下とかだと大体来るらしいから、そっちの方がいいと思います。ちょっとうるさくなってきたんで、それでは駅まで一飛びしたいと思います。空港まで一飛びしたいと思います。はい、ということでですね、空港までなんとかチェックイン済ませてきました。お土産をもう買って、なんかちょっとこんな感じな、いろんな人に配るやつ買って、こう食べるやつも買って、もうあとは飛行機に乗り込むだけになりました。ここから飛行機に乗って、だいたい3時間か4時間ぐらい揺られて帰りたいと思います。はい、今飛行機に乗って帰ってきて、パンくっついてすき家食べて、念願のなんとか、まあ、実は吉野家は今後にもあったんやけど、まあ、あえて食べる、まあ、まあいい、なんとかこのポートターミナル乗り物まで来たんで、とりあえず神戸から戻って自宅に帰りたいと思います。今回の旅はなかなか濃い旅でした。いつもより濃かった。濃ゆい、濃ゆい、いつもより濃いわ、濃ゆいわ、ということで戻りたいと思います。はい、今フェリーを乗り終えて車まで戻ってきました。神戸到着でございます。どうやった船、え、船どうやった、船食べた牛丼全部出そうになった。もう一杯食べたのかと思って、吐いてもう一杯食べたの、吉野家食いたかった。吉野家、次や、よかい、今から吉野家ちゃう。今日はこの辺で、あと帰るだけなんで終わりたいと思います。それでは皆さん、次のブログでお会いしましょう。グッバイ。